体チェックしていきます。市販はないんですが、かなり薄毛になってきて、おはぎちゃん進行中です。なちゃん、問題ありませんでした。よかった。まだ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 。はい、まだです。まだ。やだーって。やだーってしてんの？時間が終わったので、次は歯磨きします。よいしょ、ペロペロさん。かもしちゃん、行きますか。おしこ。こちゃんお散歩行こうさん。お水飲んでくる。おいで。ちょっと待って。お水、お水。
モネちゃんの病院終わりました。終わったね。うん、疲れたまモネちゃん。4月にエバンス症候群を発症したモナちゃんですけども、一度寛解しましたが、また最近数値が悪化してきたため、大学病院にかかったということですね。で、大学病院の方では減薬して様子を見ましょうということになりましたので、ちょっと体にお薬の負担がかかってるからですね。そうだね、うん、そうそうそう、続けすぎると体に負担がかかりすぎるので、暮らしていきたいというところなんだけども、まあその結果ということですね。今回どうだったか、契約して2週間どうだったかっていうと、うん、現状維持、現状維持、うん、まあ一旦悪くなってなくてよかったというと、うん、お薬減らしても、うん、数値悪くなってなくてよかったです、うんうん、今後は数値が維持できるんであればさらに減薬できる可能性がある。そう、次行って維持できてたらまた減薬、うん、いい調子、1錠ずつ減らしてて、最後は2日おき、3日おき、4日おきみたいなステップがある。で、ステロイドをなくせたら今度免疫抑制剤を減らす、なくすっていう、まあ、結構ありますね、プロセスは、ね、そうなんですよ、うん、まだまだ序盤なんですよ。序盤だね、うん、少しずつ今日の階段が登れると家族としては幸せなわけですね、うん、そしてワクチン打てるようになって、うん、ドッグランとかお散歩とかお友達と交流取れたらモナちゃんは幸せなんじゃないかな。そうだね、遊びたいと思うんだよね、他のワンちゃんと。そうだね、もう毎回もどかしいんだと思うんだよね。うん、そうだね、挨拶させなさいよって、うんうん、お、届きましたね。あれ、なんか今回箱可愛くない？可愛い。これがあっちに、食パンになんか帽子乗ってる。可愛い。これね。うん。まず説明書きある。なんだこれ。じゃーん。これね、のえちゃんに頼んでみたんだよね。うん、おコーグルメケアっていう、うん、シリーズがあって、3種類あるんだけど、うん、これは消化器サポート。うん、低脂肪なんだよね。でのえちゃん今さ低脂質食、ヨーヨー食食べてるけど、うんうん、そうね、これだったらトッピングできるの。あ、そうなの、うん、へえ。これメイン用じゃなくてトッピング用らしいんだよね、うん、おあるんだね、こういうのね。そう、ヨーヨー食にしてさ、うん、やっぱりさ、ちょっとあんまり美味しそうには食べないんだよね、うんうんうん、食べてくれてるけどね、うんうん、それにこれをちょっとトッピングしてあげたら喜ぶんじゃないかなと思って。ちゃんとこういう風に療養食として考えられてんだね。うん、 50% オフって書いてあるよ、ね、いいですね、試してみよう、うんうん、というわけで早速もう6時なんで温めて食べようか。 OK、 もちこ食べる？ご飯食べる？食べるの？なんか気づいた。トビウオ、さつまいも、かぼちゃ、あじ、キャベツ、まな板、大根、ココナッツクリーム、乾燥ビール酵母。ここはもうママが食べよう。モナちゃん、モナちゃん飛んできた。いいですか？モナちゃんも。おお、食べちゃった。いただきます。いただきます。お出汁だな、お出汁。お出汁、それでも美味しいよね、うん、おお飛んできた、飛んできた。のえちゃんのお裾分け、うん、どうですか？風味豊か、優しい風味がするね、うん、するなんか食感もおからみたいな感じなんだけど。あ、おからっぽい。うん、よくしていきます。あの、肝臓の薬を隠し入れていきます。鼻息荒くない？そうだね、出店集中だから。ここいいよね、ふんってさ全力で食べてるからね。健康なご飯を食べて、うん、体を良くしてきてもらいましょう。そうだね、おかわり。あ、いいね、ねえ、よし、
上にトッピングしたんだけど、うん、混ぜてあげてもよかった、仕方ね。仕方ね。やっぱりもペロペロしてね。モナちゃんまだペロペロしてる。してるね。お皿のカチャッと落とした。自作コーディーペンダント来ました。あの段ボールから切り取ったんですね。そう。